今回はリトルナイトメアやります。いや結構遅くなっちゃってごめんなさいね。あの日曜日このゲーム買いまして、2月14日で、月曜日買ったよって皆様に報告しまして、動画で、で火曜日平常時の心拍数測ってて、で水曜日ワンからやった方がいいですよってリプいただいたんで、それにちょっとご返信していて忙しかったんですよね。じゃあやっていきます。いや多分初のホラゲーだけど、いやでも多分今これ始めたらリアルの心拍数に切り替わるように編集でやっとくんで、まあ、それで、いや全然心拍数で釣ってるくせに変わってねえじゃんっていうとこ見せたいですね。これいきます。でもこのキャラがすごい余裕ぶってるんですよね。あんな階段でもう階段ナウみたいなスマホでパシャパシャ撮ってたから、いやもうこっちはめっちゃ初のホラゲーだっていうのにね。ストーリーとしてはなんか魔物が住む船から脱出するってスチームのあれにストーリーには書いてあったね。でその黄色いカッパ着てるセイバーを操って多分脱出させるっていうのがおそらくストーリーなんじゃないかな。これドアップパターンじゃないの？ドアップパターンで怖くしてくるパターンで、違った、全然違った、夢パターンだった、ごめんなさい。で一応操作説明はちらっと見たけど、まあ、右スティックで画面動かす、左スティックで動かす、で一応全くの初見っていうわけじゃなくて、よそ様の、まあ、ゲーム実況ちらっとだけ、まあ、2の実況ちらっと見たことあるんですね。だからこうやって、まあ、横に基本的に動いていくゲームで、今のこの動いたのでコントローラー振動するんですけど、で V でジャンプ、R1 で確か何かを掴むみたいな、なんかそんな操作説明だったね。これは掴む、いや怖いんですけど、いやいや今までの経験上でホラゲーしたことあるのは、ん、ああなるほどね。あライターつけるってそういえばなんか操作であったね。これはい R1 でどこれでしゃ L でしゃがむ、 R1 でライターつけるんだったっけ、スマホじゃなかったのか、ごめんなさいね。でこれは確か開けるのは、あ R2 でつまむ、ね、はい。いやこれイヤホンでやってるからめちゃくちゃ音リアルに聞こえるんですけど、でしゃがんで入る、はい。でリアルのホラーゲー経験はバイオハザード5だったかな、5で友達と一緒にやってて、チェーンソーを使う敵で首切られたのを見て爆笑してた記憶しかないね。だからあんまりホラーゲーム得意じゃない。こうでもとバイオハザードってイメージ的には突発的に脅かしてくるゲームだけど、こっちはその系統なのかな、グロい系の敵に対してはそんなに多分大丈夫だと思うけど、突発的にビビらせてくるタイプはあまり得意じゃない。でこれ船の中っていう設定だから多分なんかこんな潜水艦みたいな感じなんのかな。いやちょっとこれ、いやこれ一気に崩れたりとかそんなパターンじゃないよね。いやこれ急いで登る、急いで登る、はいはい。でもいやすごいすごい作り込まれてる気がする。あん？あ落ちるのね。あそういうのなんかシステム的な感じで抑えてくれるわけじゃないので、一応あ夢かみたい。いやそういうのでちゃんと自動セーブしてくれるタイプなのね。モップ、おこの奥はいける、あ、いける。なんだっけこれ、なんとかにかぐや人形だっけ、なんかそんなのあったよね。かぐや人形なうみたいな、あ、ごめんなさい。でも今んとこ敵いないね。なんかそういう魔物に襲われるタイプのゲームっていうのだけはちょっと知ってるけど、怖っ。上なんで椅子つってんの、意味わかんねえ。なんて言うんだっけこういうの、ハンモックみたいなイメージでこんなの作ったのかな。やってみたい将来で。これいやこれでもこんな家動かないのに、ハンモックのある家みたいな、でこれで、はい。いやて部屋の壁も黒いから、部屋の壁ってのはリアルの方ね、リアルの部屋の壁も黒いから。で電気も今回ちょっと消してやってるから、いやすごい
雰囲気がすごい。いやでも首吊り、首吊りこれ足長っワンピースみたいな感じになってる。でもあのあれよ、あの首吊りは意外と苦しいっていう話聞くからね。あと死んだ後に何だっけ、あの筋肉とかが全部緩んじゃってうんこブリブリみたいな、だから見つけた人どうまいみたいな感じになるっていうのは噂で聞いたことある、うん、いい押すのこれ、掴むの、あ椅子を引っ張って、椅子を引っ張って、なるほどね。世界観が今んとこよくわかんないけどね。あんなでっかい人もいるけど、まあ、ちっちゃいこのセイバーってあんまり言いすぎるとな、ちょっとそっちの界隈の人にマジで怒られそうだから、ちょっとあんまり言わないでこう。確か正式名称がなんだっけ、忘れちゃったな、まあ、花子でいいや。確か少女っていうことだけど、花子でいい、花子、花子でいきます。ほら花子行くよ、花子。あ、一応こうやって右スティックとかで奥行きとか手前とか見れるのね。上も見れる、下は見れない。あ、ここでライター使うのか、暗いから。でここはここの隙間かな。はい、いやもうただ移動してるだけね今んとこ。何もそんな、なんか何も何も起こんないで横に移動していってるだけなんですけど。でライターでこれは松明に火をつけて、でここは移動先が上、上、上かな。登ってライターつけながらだと、あ登れるね。ほい、え、たまに挨拶して、はい、私花子ですよって、こんにちは、こんにちは。開いただけ、開いただけ、中身は何もない、空の冷蔵庫。一人暮らしか、一人暮らしでももうちょっといいもんありそうだけどね。冷蔵庫の中身せめて牛乳と卵くらいは入ってると思うけど。おっ、おー誰いやさっきまでいなかったのに、君誰、一緒に、あ、おっ、あれ、え、んこの子、何この子、何あのピクミン的な、この子を使って敵倒すみたいな、まあ、敵倒すというか、まあ、おとり的なあれ、あれこれバグっちゃった、なんかあの子がいないんですけど行方不明になっちゃった、ここにいないんですよね。多分、あれ上に行っちゃった何これあれもしかしてあの子いないと、もしかして積んじゃうみたいなのってあったりするかな。あ、わかった。ここをの、おお、登ってくんですね。ここを登っていって、上にたど、あれじゃあさっきの、あの、よくわかんない子供とかは一体何だったんだろう、意味なかったのかな、あそこに置いてけぼりになっちゃったけど。まあいいか、世の中、私一人だけ。何これ、ん、友達、友達、違う、敵じゃん。これもジャンプして上から、上から糸こんにゃく落ちてくるから、はい、よいしょ。でこれは、あれ落ちてこないの、ここは、お、あ、さっきの、さっきの子供、おおおおお、死んだかと思った。黄色いカッパも、もう、真っ黒、オルタ、ちょっと、なにこれ、オルタになっちゃったじゃん。で、ここを逃げて、この地味にこの下に、これがだからいると。だからダッシュで駆け、いやーん、めっちゃいるやんめっちゃいるやん。で、ライトつけると集まってくるのかな、もしかして。音を立てない方がいいみたいな。いや絶対無理でしょ、音立つもん。光は、光、うお、多い多い多い。ダッシュってあったっけ、これ。ダッシュないよね、ダッシュない。これが多分マリオみたいな、マリオみたいな。はい、どこ行くのこれで、どこ登るの、私どこ登るのあ、だめだ、これは違う。
え、どこ、どこ、この扉を。うわー、食べられてる、美味しそう。お、よし、やっぱここしか正解なかったね。追いかけてくる、来ない。ほら、来るなら、来るなら来てみろ。おお、よし。で、ここは普通にジャンプかな。この下って結局何になってんだろうね。空飛ぶ船みたいな感じなのかな。はい、よし、 OK。 でもなんかやってる感じホラーもあるけどアクション要素強めな気がするね。一応セーブマークはついたけど、ここを通るとなんかいや特になんもなさそう。普通になんか裏ルートあるみたいなこと考えない方がいいな、これ。ここからなの。結局このバケツ、うおおおお、何やんのあれ。アクションもあるんですよね、こうやって。ここ、あっお、これはなんかぐるぐる回すと何か起こる雰囲気がプンプンしますね。はい、これブルー。お、北斗の剣のなんか奴隷で労働がさせられてそうな感じのやつ。あ、開いた。あ、なるほど、開いたから急いでやることでダッシュで行ったら間に合いますよみたいな感じね。だからこれを限界まで回して離して帰る、ダッシュ走ってここ掴んで行って。ママも見てるよ、間に合うよ、頑張れ頑張れ頑張れ、いけるいける、よし行けた。わあ、バイオの扇風機に吸い寄せられてズタズタにされる、あれ映画いくつのやつだっけ、4だっけ5だっけ、そんな感じでありそうな感じのギミック。もうなんか変そのちょこ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 コントローラーが振動するんですよね、なんかするたびに。何これ、ボス戦、もうロックマンで言うならこの目の前からでかいボスがやってきて戦うパターンがよくあるんですけど、全然そんなことなさそうですね。買い占められても、あ、おー、びっくりしたー。もう、なんか、もう触れるとダメそうな雰囲気がプンプンするけど、トイレットペーパーなら紙だから絶縁体だからセーフみたいな。ほら、絶縁体だからセーフみたいな。理科の勉強もできちゃう。1ぐらい？はい。おー、びっくりしたー。もう、なんか、あ、なんかでも、チチチチってなってる。チチチチってなってる。トイレットペーパー1個ぐらい持って。あ、いけない。じゃあ、ここをすり抜けの、ライター付けの、ここは部屋？船長さんの部屋的な。で、ここはシーソーで遊び場みたいな。え？おー、びっくりしたー。もう、あれじゃん、千と千尋の棒の遊び場的な。なんかそんな感じ？この先に棒いるのか、ユバーバもいる、もしかしたらラスボスユバーバみたいな。タバコも吸うの棒、ちょっとタバコは良くないよ、電子タバコにしときなさい。これは絶縁体だから触れても電撃食らいません。これも理科。でも一人シーソーって意外と楽しいよね。小学校の頃友達いない時こうやって一人シーソーしてたわ。今度は、メタルギアソリッドおお、だ、ここに、まあ、見つかると、セイントかけないでよ、おおちょっと今、絶対に奥行く流れだったじゃん、夢でしたみたいな。予知夢見ましたみたいな。ブラックキャットの、スベンのビジョンアイみたいな。何秒先の未来私見ましたみたいな。でこっち行ったのを、はい、ここで隠れます。見えると思うけどね、この机の下の。おお、いい感じいい感じ、ここまで行きますよ。はい、なんで行き、またフェイントかよ、もうちょっと今真ん中の流れだったじゃん、なんで一気に右来るの。そんなルート作んないで。はい、予知夢でした。いやでも目玉抜き取れたら、すごい武器になると思うんですよね。抜き取れる。でもトイレか、また。トイレ、おお、どんだけみんな用足したいの。下痢してる人多いのかな。ここはなんかためらい、ちょっと待って。RPG の坂で、正解のルート歩くと、本当に反対側行き止まりだったかなみたいな気になるから、
ちょっとそれだけ見てくる。どっちが正解？どっちが正解？やべえ、この RPG の差が、反対側はなんか宝箱があったら困るみたいな。いや、そういうのあると思うんですよね。RPG やったことで知られるやな。多分この気持ちわかると思います。なので左から行きます。左から行って、なんとなく今のところ右に進んでいってるゲームだから、多分左に戻るっていうことはそんなない気がする。怖っ。これを持って、これもしかしたらなんか、将来、なんか、お金、売ってお金みたいな。いや、その感じで役に立ちそうだから、それだけ持ってきます。絶縁体遊びにしか、うわぁ、もう、うわぁ、なんか来た！ワンピの手長族じゃん！ビッグマムが、子供の時に、この子手なんか、何個曲げられるかなみたいな感じで、遊んでたあの子。どうすりゃいいのこれ！この、こけし使ってたとかなる？こけし使って、マジでこけし？え、こけし？お、こけし？マジで？こけし、こけし持っててよかった。倒せるのかなあれ。まあいいや。え、これは？同僚？同僚のベッドみたいな。まあ、とりあえず逃げましょう。はい。ここは？なに、もう、いや、さっきのあの流れじゃったら、一緒じゃん。てか足短っ！いやー、さっきのこけしないと、何すりゃいいの？怖っ！何この子？そしてコントローラーも、微振動してんだけど、振動1くらいしてんだけど、これを、あ、この、いや、今のボール持ちたかったな。あのボールぶつけることで、あれが実は、バギー玉みたいな。大爆発みたいな。いや、やっぱ同僚よね、これ。同僚よね、だいたい大きさ一緒だし。網目をはしご代わりに登るみたいな。あ、こういうのもあるね。体がちっちゃいから、できたことみたいな。花子だからできたこと。で、ここ登って、掴んで、なるほどね。あー、連れてきたかったな。かぐや様。